今日も一日のの3つ外してワクワクだらけの日にしましょう。夜見てる方もいらっしゃるんだよね、これ多分ね。昼間届いて今昼の12時に届いてるんでしょ。でも夜見るから方もいるから、あ、そしたら明日も1日に自分の後で変換しておいてくださいね。よし、名言いってみよう。今日いい名言聞きたいね。バスッと刺さるやつ。この本のさ、裏表紙にいい名言があったんで、それ言っちゃう？ちょっと、ごめん。この本の裏表紙いいよ、刺さるよ、これちょっと言っちゃうよ。ズドン！これ見て。飛ぶためには抵抗がなければいけない。かわいいこと言った。マヤリン。裏表紙だから誰だか知らないマヤリン。飛ぶためには抵抗がなければならない。これいい名言だね。解説しようか。いつもね、俺のね、講演会とかに来てくださった方は聞いてくださったことあると思うんだけど、飛行機の離陸と一緒なんだよ。いい。あなた負けるのは飛び立つ。飛べ。そのためには飛行機の離陸と一緒。なぜかというと、飛行機地面に着陸してんじゃん、止まってんじゃん。それで今から飛行機飛びまーすって飛行機横に走り始めるじゃんね。これって俺らもちろん知ってるんだけど、下から普通に見たら、フラットに見たら、お前バカじゃねえの、上に飛ぶっつってんのに何でお前横に地面走ってんの、バカじゃねえの、バーッとお前そんなんで飛べるわけねえじゃねえかって。まあ俺ら飛行機の原理知ってるからそうだけど、何にもない知識のない人だったらそう思うじゃん。お前今から空飛びますっつってんのに、なんで地面走ってんの、バカじゃねえの、バカじゃねえのって風当たりだよね。飛行機も一緒だよ。それでこう風がどんどん当たって、風の抵抗がどんどんこの翼のあれでこう揚力が生まれるわけじゃん。だから風が強い、風当たりが強いからって止まったらもうそれで終わりなんだよ。スピードを増すほど風当たりはどんどん強くなる。あなたが頑張って何かをしようと思えば思うほどどん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 風当たりは強くなるが、そこで負けずにさらに進めたらやっと揚力が湧いて飛行機をふって飛ぶんだよ。それと一緒なんだよね。いつもドリームキラーの話でこれをしてるよね。だからあなたが何かしようとするときに風当たりがせいできるわけねえよ、そんなバカじゃねえのか、お前なんで横に走ってんの、上に行く空に飛ぶっつってんのにみたいなこと言われても、関係ねえぜ関係ねえぜっつって、マックスのこの壁を抵抗を打ち破ったときにやっとパッて飛ぶんだよね。これでいこう。これはいい名言だ。マヤリンとお前誰だ、お前ちょっと弾いてみるか。いやー、これでいこうよ。だから他人の言うことなんか関係ねえ。マヤリンって誰なんだろう。ベトナム戦争、まあいいや、ごめんごめん、これまたちょっと弾いてみて、それぞれ。俺もちょっとこの後ゆっくり弾こう。よし、ということでやっていこう。風当たりに負けず、飛ぶためには抵抗がなければ、抵抗に負けず、抵抗があればあるほど高く飛べる。それでいこう。頑張っていこう。よろしくお願いします。さあ、でした。